アメリカやロシアにとっての核の三本柱は、ICBM、大陸間弾道ミサイル、戦略爆撃機、SLBM、潜水艦発射弾道ミサイルです。アメリカ軍では、ICBM をミニットマン3、戦略爆撃機を、B-52H と B-2、SLBM をトライデント 2D5 が担っています。現在、アメリカ軍の核弾頭は、ミニットマン3は、450機で、核弾頭550発、B-52H が75機と、B-2 が20機で核弾頭424発、トライデント 2D5 が280機で核弾頭1152発と、SLBM が過半数を占めています。このことから、アメリカ軍の核戦略の中核は SLBM であることがわかります。アメリカ軍の核戦略を支えているトライデント 2D5 とはどのようなミサイルなのでしょうか。今回はアメリカ海軍のトライデント 2D5 ミサイルについてお話しします。トライデント 2D5 のスペック。トライデント 2D5 は1990年から配備が始まった潜水艦発射弾道ミサイルです。全長 13.4 メートル、直径 2.11 メートル、重量 58.5 トンの3段式固体燃料ロケットです。トライデント 2D5 の全世代 SLBM であるトライデント C4 の全長が 10.3 メートル、直径 1.88 メートル、重量が 33.1 トンでしたので、大幅に増加しています。この大型化により、弾頭数がトライデント C4 の8発からトライデント 2D5 の14発に増加していますし、搭載する核弾頭も、核出力100キロトンのW76から475キロトンのW88に強化されています。核弾頭を搭載しているのが、第2段目ロケットの上部に搭載されている多弾頭個別誘導再突入体 MIRV です。射程距離も延伸されており、トライデント C の 7400km からトライデント 2D5 では 11000km と 1.5 倍ほどになっています。一発あたりの価格は3090万ドルです。オハイオ級戦略ミサイル原潜にはトライデント 2D5 が20機搭載されますので、オハイオ級1隻だけで61億8000万ドル、680億円ほどにもなります。汎用護衛艦1隻群にも相当する金額ですから、大変な額ですよね。高い命中精度と破壊力を誇るトライデント 2D5。トライデント 2D5 は、潜航中の潜水艦から発射されてから2分後に、3段目のロケットエンジンに点火します。これにより、トライデント 2D5 のスピードは、秒速6096メートルに達し、宇宙空間に到達します。宇宙空間を弾道飛翔しながら、トライデント 2D5 は、慣性誘導システムと転速航法システムにより、11000km 彼方の戦略目標を目指します。トライデント 2D5 の MIRV には、W88 型核弾頭を、最大で12発まで搭載可能です。しかし、核弾頭の数は1993年に結ばれた第2次戦略兵器削減条約による制限を受けて12発フルに搭載されることはありません。現在では4から5発程度の搭載数とその能力の3から4割ほどになっています。なお、W88 型核弾頭の核出力は前述したように TNT 高性能爆薬への換算量で475キロトンほどです。ちなみに、広島型ウラン原爆の核出力は15キロトン、長崎型プルトニウム原爆のそれは22キロトンです。このことから、W88 型核弾頭は、広島型原爆の32倍、長崎型原爆の22倍という、大変強力な破壊力を有していることを意味しています。これほどの攻撃力であるにもかかわらず、広島型原爆の重量がおよそ5トンほどに対して、W88 型核弾頭では重量 360kg と大幅に軽量化されています。なお、弾頭のサイズは全長 1.75 メートル、直径 0.55 メートルですから、成人男性くらいのサイズとなっており、大変コンパクトに作られていることがわかります。ところで、11000km も、彼方の戦略目標を目指して、
宇宙空間を飛翔するトライデント 2D 後の命中誤差はどれほどと思われますか？弾道ミサイルの命中精度は CEP 半数比中回で表されます。確率統計学の話になるので詳しい説明はしませんが、簡単に表現すると発射した弾頭の半数ほどが着弾する半径の円という感じの意味合いです。正確な意味合いは若干異なることはご容赦ください。トライデント 2D 後の CEP はなんと90メートルに過ぎません。1万1000キロメートルもの射程距離を考えると非常に高精度であることがわかります。したがってトライデント 2D 後の任務は核による報復攻撃で相手国の都市を完全に破壊するにとどまりません。この命中精度を利用すれば敵国の戦略ミサイル部隊が保有する強固な地下 ICBM サイロを確実に破壊することも期待されます。あくまでも数字の上の話となりますが、アメリカ海軍が配備している14隻のオハイオ級戦略ミサイル原潜、もしくはオハイオ級の後継艦として12隻の建造を予定しているコロンビア級戦略ミサイル原潜をもってすれば、1000箇所以上もの ICBM サイロを核弾頭によってピンポイントで地上から消し去ることができる計算になります。トライデント 2D 後はこれほどまでに強力な SLBM なのです。イギリス海軍にも輸出されたトライデント 2D 後、トライデント 2D 後はアメリカ軍の重要な戦略兵器ですが、実はアメリカ以外にも輸出されています。その唯一の相手国がイギリスです。イギリスには ICBM や戦略爆撃機がなく、その核戦力は戦略ミサイル原潜のみです。現在イギリス海軍ではヴァンガード級戦略ミサイル原潜を4隻運用し、このうちジョージ1隻をオンステージさせて戦略抑止パトロールの任務に当てています。ヴァンガード級の後継艦であるドレッドノート級戦略ミサイル原潜にも引き続き搭載される予定です。トライデント 2D 後の寿命延長プログラム、アメリカ海軍では21世紀になってもトライデント 2D 後に核戦力の中核となることを期待しており、そのために寿命延長プログラムを行っています。トライデント 2D 後内部の設計寿命に到達したパーツをコッツで交換することで低コストでミサイルの延命を図るのが寿命延長プログラムの骨子です。2000年代初頭から開始され現在も進行中です。この寿命延長プログラムによりトライデント 2D 後は今後20年以上にわたってアメリカ海軍の核戦力の中心となり続ける予定です。なお同じくトライデント 2D 後を運用しているイギリス海軍も寿命延長プログラムを受ける予定です。まとめ、今回はアメリカ海軍の核戦力を支えるトライデント 2D 後ミサイルについてお話ししました。トライデント 2D 後は寿命延長プログラムを受けて2040年代まで運用される予定で、オハイオ級戦略ミサイル原潜の後継艦であるコロンビア級戦略ミサイル原潜にも搭載されます。寿命延長プログラム以外にも核弾頭ではなく通常弾頭型を開発する向きもありますが、発射時点では核弾頭との違いが明確ではないため核攻撃を受けたと誤解されて核戦争を誘発する恐れも指摘されています。今後通常弾頭型の開発が進むかどうかは分かりませんが、トライデント 2D 後がこれからもアメリカ海軍を支え続けることに変わりはないようです。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。